おはようございます。海進整骨院の高山信弘です。今日はですね、だいぶ冷えてきたので、お腹を温める体操をご紹介、させてもらいます。あら、壁映ってるわ。あれ、これなんか聞いたことある音楽やぞ。誰や誰や、なんでも揺れてる何この曲は、もしや誰や、これは揺れてるよ。田中よしお、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 いてはういい。じゃもっとちゃんとやって、ちゃんとういーって、ういーいいね。はい、でもそんなのか、そんなの関係ない。はい、ちゃんとしっかりしっかり、はいはい、タナピー、タナピーって意味わからんし、何自分で言ってるの、意味わからへん、ほんとに。ちゃんとしようか。はい、ちゃんとしましょうか。ちゃんとしましょうか。ちゃんとしましょう。え、ちょっと今もう4時5分です。あ、だからあれか、なんかおかしくなってたんか、完全おかしかったっす。音楽もなんすか、ちゃんとしましょう。ちょっとじゃあ体操始めます。あ、揺れてないね。まず指を曲げて、足の指を曲げて、足首を反らしながら膝を、体に引きつけていきます。こうすると、下腹に、力が入りやすくなります。この状態から、少し息を止めていただいて、だんだん下腹に火が入ってくるのを感じてくださいね。そして手を膝から腿のあたりに動かして、膝を曲げたまま足全体をゆっくり下ろしていきます。この間に腰が床から浮かないようにお腹に力を入れておいてくださいね。足が床についたら膝をゆっくり伸ばしていきます。もう一度いきますね。こっちの親指を、足の指を曲げて、足首を反らして、そして胸に引きつけていきます。この時にですね、骨盤が締まってお腹の方に、ぬくもりを感じてきますので、だんだん冷えが取れてきます。そしてこの状態からお腹に力が入ってきたら、呼吸が入ってきたら、今度は手をこちらに、膝に、ももに添えて、ここからゆっくり膝を伸ばしていきます。足を伸ばしていきます。そして、かかとがついたら膝を伸ばします。あ、また始まったで、ね、揺れるよまた揺れ、なんか揺れてんねんやってちゃんとやってや、揺れてる時やもうギブに行こう、ギブに行こう、ちゃんとギブに、ギブに行こう。そんなの関係ねえ、そんなの関係ねえ、おかしなってそれではまた来週お会いしましょうさよならおかしい、最後なんか言って、最後なんか言って、タナピーって言って、はい、タナピーって言って、はい、タナピー、カキピー。